私たち、夫婦で、5年前に脱サラしまして、農業を始めることになりました。きっかけはですね、うちのおじいさんが農業をやってまして、で農業をもうやめたいと始まったものですから、そこから始まるように始めようと思って、夫婦、最初嫁に相談して、それで生活できるのと言われまして、でいろいろ計算して始めることになりました。種をまいて、田んぼ、お米なんで、田んぼはまず田植えをしますね。田植えは5月頃しまして、でその後は水を管理して、で10月になると収穫という形になります。でその前に、ある程度トラクターでこのように田んぼを耕してという作業が入ってきます。あとこれ、肥料を振ってという、そういう一連の流れですね。震災の年に発表された、県でも奨励して、その前の年から15年間データを重ねて作ってきた品種であるんですけども、その年に発表という米になりました。で、天の粒の特徴なんですけども、食味、米を噛んだ時の味っていうのは、一目惚れとコシヒカリとほぼ変わらない美味しさになっています。コシヒカリよりも粒が、もみに粒が入る大きさが大きいものですから、粒がしっかりしてるんですね。で、噛めば噛むほど甘みが出ている品種です。粒がしっかりしてますんで、卵かけご飯にしても美味しく召し上がられますし、一粒一粒黄身や白身が絡んで美味しく食べられると思います。また、酢飯にしても、お寿司とか酢飯、うちで手巻き寿司を簡単にするにしても、粒がしっかりしてますんで、美味しくいただけるかと思っております。震災後に原発の影響を受けた県だからこそ、ここで一踏ん張りして、逆にここに全国の人が集まって、集まりたい、ここに行きたいと思えるような農業をしていきたいなと思っています。人に発信して、ぜひこの土地をどんなところで作ってるんだとか見ていただきたけるような農業都市にしたいなと私とは思ってます。少し固めに炊き上がるので、コシヒカリとかよりは少し水分を多めにしていただいた方が少し上手に炊けるかなと思います。よそっていただいた天の粒いただいてみたいと思います。いただきます。はい、どうぞ。甘みもあって、やっぱり卵かけご飯にもいける感じですね。ご飯だけでもいけます。美味しいです。っていうのはあくまでも海のものと、山のものが合併して、で海のものはそのシシャモランを使って、あと山のものでキクラゲを使ってっていう形でできたのがこのシシャモキクラゲですね。料理人の仕方としては、佃煮で、いろんな方にも、味も、好んで食べていただけるというような商品です。なんて言いますかね、おかずが何もない時にでもね、ちょっと冷蔵庫から出してきて、あとは、おにぎりに入れてもらったり、あとは夜であればお父さん、お母さんが、酒のつまみとか、そういうものに、たしなんでもらうっていう、そういうような形で、売れてると思います。扱い店舗としては、塩谷崎灯台の山麓観光さんとか、あとはララミューですね、ララミューのマルフトさん、あとは一吉さん、そういう形で試食を出してですね、この商品を気に入っていただいて買っていただいているという感じですね。で、一番のポイントっていうのは、レストランやってます漁師の店山麓、そちらの方で小鉢といいますか、添える形で、ちょっとした一口、
が、まあ、お膳についてくるという形 で、あとはその美味しかったらば下で買ってもらえるというような方法を取っていただいています。とにかく食感がいいですね。うん、このししゃものつぶつぶ感も、うん、あのちゃんと伝わってきます。美味しいです。ちょっともう一口入れようか。ししゃもきくらげの他にしじみ汁、これも全国からファンが大変多く販売させていただいております。で、去年の6月出ましたしじんパワー、これはのんべえの味方ということで、お酒飲む方に勧めさせていただきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。